ありがとうごこんちこですそれは今回なんですけども、ここ最近のキャッシュレスな生活でやってしまった5つのことということで、今回は普段キャッシュレスを常に押してる僕なんですが、まあですね、たまーにやらかすんですよ。なので、まあここ最近で起きた、まあちょっとしたまあ失敗談とまではいかないんですけども、それっぽいのをですね、今からサクッと5つ紹介させていただきたいと思いますので、皆さんも今後の参考にしていただければなと思います。 ということで、まず一つ目からですね、もう今出てる通りなんですけども、PayPay ペイペイのチャージを Yahoo カードからではなく銀行口座からチャージをしたということですね。いや、これですね、何を言いたいかというと、まあ、結局のところ、まあ、ご存知の方多いと思うんですけども、Yahoo ーカードを使って PayPay ペイペイにチャージをしたら t ポイントの1%分が、まあ、還元されるということなので、まあ、それのために僕は、あの Yahoo ーカードを作ったんですけども、それを忘れて、まあ、しっかりと銀行口座からチャージをしてしまうということ ことですね、まあこれ言い訳っていうわけでもないんですが、まあこれまでずっと僕は銀行口座か、もしくはまあセブン銀行 ATM からチャージをすることっていうのが多かったんですけども、まあそれの癖がついてるというか、いやほんとなんかもう気づいたら、あもうすぐにこうお会計の前に、やべえペ、PayPay ペの残高ないと思って、その時にこうチャージ残高を見て、そああ、これは足りないなと思ってすぐにこう PayPay を、PayPay にチャージするときに Yahoo ーカードではなくて銀行口座からチャージをしてしまう。 っていう感じなんですよね。いや、ほんとね、2月の1日から、その、もう、t ポイントの還元がなくなるということなので、まあ、今月いっぱい、このチャージをすることで、まあ、楽しむことができるんですけども、やっぱりこうね、まだ銀行交差のチャージの癖っていうのがね、まだ抜けてないんですよね。ま、ほんとね、あと少しの期間なんですけども、ここはしっかりと気をつけて、しっかり、ヤフーカードからのチャージをして、まあ、あの、ちゃんと t ポイントの還元をいただきたいなと思いますので、皆さん、ここはぜひ、 ぜひ気をつけてください。 次、二つ目ですね。aupay の立ち上げに戸惑うということで、これあの aupay 使われてる方、もう中にいらっしゃるかもしれませんけども、まあ使い慣れてる方はもうご存知の方多いと思います。まあこの aupay のアプリっていうのは <laughs> auwallet というアプリの中にこの aupay が入ってるんですよね。なんとこの auwallet を開くと、まあびっくりするぐらいこれ重たいんですよね。多分僕が知ってる今これまでいくつもこうスマホ決済の紹介をさせていただいたんですけども、その中でも 一番重たいんじゃないかなっていうぐらい、ほんと立ち上がるまでがすごい時間がかかるんですよね。なので、ま、ほんと毎度この使い方に慣れてないっていうのがあるんですけども、この先日のファミリーマートでのこのキャンペーンとかあった際とか、もしくは家電のキャンペーンの時にちょっと決済する画面までにたどり着くまでにちょっと時間がかかってしまうっていう感じだったんですよね。 もし、a u p イでの、まあ、立ち上げがちょっと時間かかるなという方の場合はですね、まあ、そして、まあ、サクッとお会計を終わらせたいっていう方の場合は、一応、a u p イの画面の中に、この画面へのショートカットを作成するというようなタップするところがあるので、それを押したら、すぐに a u p イの画面に切り替わるようなところがあるので、まあ、ぜひですね、それを試してみていただければと思います。僕もちょっとこれ全然知らなくて、後々知って、あ、こういった方法があるんだと思って、まあ、a u p イを使うときはもう、 すでにもう iPhone の待ち受けのところというよりかはホーム画面のところにバーコードがある状態っていう感じにはなっています。なのでぜひこのショートカットを作成することをお勧めします。 次、三つ目ですね。メルペイのスマート払いの設定し忘れ、または戻し忘れということで。まあ、メルペイのスマート払いっていうのは後払いという設定が、まあ、新しく名前が変わって今、スマート払いというもので、今あるんですけども。まあ、これ経験されてる方、もしかしたらまあ、一人ぐらいいてくれたらちょっと嬉しいかも。嬉しいって言ったらまあ、言い方変かもしれないんですけども。これですね。まあ、以前に比べて、この設定の切り替えっていうのは結構簡単にはなったんですよ。なので、まあ、僕も結構設定を切り替えることっていうのは、ちょくちょく あったんですがまあ、今だとメルペイのスマート払いの5%還元のキャンペーンですねまあ、これが開催されてたっていうこともあって結構スマート払いずっと使ってたんですよで上限も達してまあ、あとは自分のそのメルペイポイントとかでお買い物しようかなと思ったんですけどもそのスマート払いの設定のままだったので 自分が思ってた額よりちょっと使いすぎてしまうと、ああ、これ設定戻しておけばよかったなとか思いながら、まあそういったことがですね、まああったということで、まあこれもぜひ、あの、常に僕も動画の中でも結構言ってるかもしれないんですけども、僕自身がこの設定を戻し忘れるっていうこともあるんですよね。なのでぜひですね、メルペイのスマート払い、今キャンペーン中ってこともあって、利用頻度結構高くなってると思うんですけども、またあの、設定そのままの場合は、ずっとスマート払いのままになるので、全然それで問題ないっていう方、 は、そのまま使い続けても大丈夫。問題ないんですけども、もしですね。これあそういえば戻しておかないとって思った方はちょっとここ意識するようにしていただければと思います。僕もここはあの今後も気をつけたいなと思っています。 次、四つ目なんですけども、D ポイントカードの提示し忘れ、他ポイントカードもということで、これはですね、一番多いのは、ローソンなんですよね。まあ、昨日もね、それこそ、あの、ローソンとかでのポイントカードとか、コンビニでのポイントカード、どんなものが使えるか、もしくは貯めれるかっていうのをですね、動画にさせていただいたと思うんですけども、 やっぱこう、出すとき忘れちゃうんですよね。あの、基本的には店員さんがポイントカードをお持ちですかっていうのは多分マニュアルにあると思うので、基本的には出すことは全然あるんですけども、やっぱりこう、たまに忘れてしまうんですよね。ほんと、1ポイント2ポイントと思えきや、やっぱりこうね、1ポイントでもらえたら結構嬉しいって思うタイプなので、意識しててもやっぱり忘れちゃう。 っていう時があるんですよね。まあ、今だと、ま、ローソンは基本的には、今だと結構 D ポイント、ポンタポイントよりかは D ポイント結構貯めることが多いので、まあ、あの、失敗してから次の日は気をつけようと思いながら、次の日もギリギリこうやらかしそうな時もあるので、あ、もう事前にお会計の前に <laughs> D ポイントの画面を準備して、その後にこうコード決済とか、もしくはこう ID とかで払える準備を今はするようにはしています。なのでですね、ま、ぜひ、あの、これをもう、習慣づけるまでがね、本当に僕の 結構時間かかるんで、すよねでこういった風に動画でして、改めて、あ、気をつけようっていう風に、あの、僕自身が思うようにしてるんで、まあまあ、今後も、ポイントカードの出し忘れ、提示忘れには、まあ、気をつけようかなとは思っています。 最後、五つ目は、クーポンのセットし忘れということで、先日の l i n e ペイ1 0 0円引きクーポンということで、これは、あの、とても新しい情報なんですけども、もうつい昨日と言ったら変なのかなもう、あの、l i n e p イの先日100円引きのクーポン、もしくはこう、200円引きのクーポンが配布された方っていらっしゃると思うんですけども、まあ、それこそね、今朝、今朝というか昨日の朝かな朝か、夕方ぐらいかちょっと忘れたんで、確か夕方だったと思うんですけども、お会計する際に、l i n e p イのクーポンってこう、セットした 上で決済をしたらその100円引きが適用されるということだとは思うんですけどもこの LINE ペイのクーポンはやっぱこう忘れちゃう時ってないですかね <laughs> 無理にこうあの今日あの共感を求めようとするのはちょっとあまり良くないとは思うんですけどもあやべーこうなんかちょっとバタバタ急いでる時だったんでやべー早くあの行かないとっていうときにそういうあの今日 LINE ペイのクーポンあったわと思って決済しようと思ったらあやばい反映されてないみたいなしかもこうなんかお客さんが結構並んでる時だったんでまあ キャンセルを言う度胸も僕にはないので、はあ、もう普通に買ってしまったーとか思いながら、あの、まあ、あの、普通に移動、移動したんですけども、なので、まあ、あの、このクーポンのセットを幸せにには、まあ、ちょっとね、これはまた注意は必要だなって、これは僕自身なんですけども、あの、これ本当にたまにやらかしてしまうので、まあ、ちょっと今後もこれは気をつけようかなと思ってます。 ということで、今回お伝えした5つの僕のやらかしてしまった話ということで、まぁ、PayPay チャージを口座からチャージしたということと、AUPay の立ち上げに戸惑う。そして、メルペのスマート払い設定戻し忘れ、で、D ポイントカードのページし忘れ、クーポンのセットし忘れっていう感じですね。 まあ、いかにですね、僕もこうやった風にキャッシュレスを発信しつつも、僕自身が結構ポンコツなので、あの、本当に皆様にはちゃんとした情報をお伝えするようには、日々、あの、頑張ってはいるんですけども、やっぱりね、たまにこう、やらかしてしまうこともあるので、まあ、ぜひ、あの、今後の参考になるかどうかわかんないんですけども、まあ、ちょっとした注意がね、あの、僕自身今後も必要だなとは思っています。まあまあ、こういったことも、まあ、ある意味ちょっとリアルな部分をお伝えすることができるので、今日もですね、相変わらずの台本なしでおしゃべりをしているので <laughs>、 まあまあこういったリアルにあったことはですね、またこんな風にまたお伝えを今後ともしようかなと思っています。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ということで、今回の話題とは全然違うんですけども、昨日ちょっとなんか気になるニュースがありまして、三菱 UFJ 銀行が実施するキャンペーンというのはちょっと面白くてですね、1月の24日から3月15日までの、まあ、紙の通帳からデジタル通帳への切り替えが完了した方、なので、紙の通帳をやめて、まあ、スマホとかで管理できるように、まあ、できた方、先着に10万名様に1000円っていうのがもらえるっていうのは、まあ、ちょっとしたキャンペーンみたいなものが始まりまして、なので、こう、通帳を っていうかまあこのペーパーレスっていうんですかねまあそれが三菱 UFJ 銀行がそういった取り組みをスタートしたのでまあ本当ね今後もまあそういった流れにはなるんかなというふうには思ってるんですけども実際どうなんですかねまあ今見てくださってる視聴さん結構このまあキャッシュレス生活に慣れてる方も多いのでまあ実際にもうネット銀行メインで使われてる方も僕の中で多いのかなと思うんですよねけどこう紙の通帳のいいところもあってやっぱこの貯金とかされてる方であればこう残高が やっぱとこう溜まってくってたま、楽しさとか、まあほんとそれがやっぱりありますもんね。まあ僕も最近ではもう基本的にはつ地方銀行だけはまだ紙の通帳なんですけども、ほとんど使ってないんですよね。今ネットバンクに慣れてしまったんで、なのでこうどっちがいい悪いっていうのはないんですけども、まあちなみに僕は三菱 UFJ 銀行持ってるので、しかもそれ全然使ってないんですよ。なのでちょっと今回間に合えばこのキャンペーンにちょっと参加してみようかなと思って。なのでまあちょっと近くに視点があればそれもちょっと参加してみようかな 探してみてであとはまあ、この1000円がまあ間に合えば嬉しいなっていう感じですねまあぜひですねまあ、これに関しての意見などがあればまた下のコメント欄に書いていただくと、まあ、ちょっとちょっと面白いのかなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました